多肉もですね、もうダメかなと思っても、見事ね復活するやつがあります。こちらがねその2つなんですけど、お気に入りだったマジッククラウンとね、これがもう札折れてますけどね、コロラータロメオルビン、こちらの方がですね、もうかなりこう葉っぱ1枚とかになってたんですね。こちらの、ロメオルビンもそう、これがまあちょっと残骸というか元々のこう葉が残ってますけど、ほとんどダメになってたのが、こういう感じでね、随分復活しつつあります。特にこちらの方ですね、こっちの方がここまでこう戻ってきたんですけど、こうやって触ってみるとね、水が吸えてないんですよね。というのも、まあこう土を見た感じこう分かるかなと思いますけども、ガチガチ根詰まりしてるんですよね。ですのでこういったっていうのはもうせっかくここまで復活したんで、植え替える必要があるかなというふうに思います。あとね、まあ、植え替える必要性、まあ、これがあるんやけどね、アゴラ見てください。もう随分古いから鉢をこう触っただけでもこうパッキリとこういうね割れたりしてるんですよね。だからこういうふうに、苗をこう一個一個見ながらですね、これはやっぱ植え替えるべきだなとか、これはまだまだいいなとかいうのをこう一つ一つこうタニパトをしながらですね、そこへの判断をして、植え替えるのがいいのかなというふうに思います。さっきのねこのアゴラ、この、マジッククラウン、こちらちょっとねまた様子見ますけど、こういったやつはねちょっと植え替えていこうかなというふうに思います。植え替えがね必要なやつを、こちらの方ね、室内に持ってきました。本当ね先ほども言いましたけど、よくこのマジッククラウンとかね、復活しました。確かねこの葉1枚しかね残ってなかったんですね。根はね、しっかり張ってたんですけどね、ここまでだけどちょっとこういうねシワシワ。こちらの方もそうですね、多分ねこれ何枚かあったんですね、葉がね何枚かあって、もう上が、どうなってたかな、まあ、ジュレタかなんかでねダメになってたんですけど、諦めずにね、育ててました。でさっきまあ棚で見たように、ちょっとあまり日がね強く当たらないように奥の方にですね置いて、こう多少こう養生というか、自分は結構日によく当てるんですけど、そういう状態、弱った状態なので、ちょっとこう棚のね奥の方に置いて、育成していたら、まあこういう感じでね随分復活してきました。まあねこれでねあれですね、まあこの後植え替えますけどね、まあこの白いプラ鉢をこう使ってますけど、まあ自分こうトレーにねこう差し込んでますけど、トレーの線から上こういう色に変わってたらもうかなりね劣化してるんですよね。だからちょっと持つとこういうふうにパキッと割れる、こうなると、まあ、鉢の寿命ってこともありますよね。だから自分はあれですね、全て新しく使うときに新品のね鉢を常に使ってるわけじゃないんですよ。こうやっぱこういうふうに洗ってですね、洗剤を使ってきれいに洗って、再利用してます。でこういうやつっていうのは、まだそんなにねこう傷んでない。だからこういうふうにこう持ってもこう弾力があるからいいんですけどね、やっぱこういうふうになってくるとこれ結構長く使ってる証拠なんで、こうやった時にパキッてちょっと音がするときあるんですよ。そういうやつはねもう割り切って廃棄するようにしてます。これこういうふうにちょっと色変わってるけど、こうやってもパキッとか言いませんからね。まあもうちょっと使えるかなと。もう本当に悪いやつはちょっとこうするだけでパキッてこう折れますんでね。うん。そういうやつっていうのは、すぐこう紫外線とかでやっぱね、このプラスチックが硬化、硬くなってね、こういうふうにパキパキになりますので、そこら辺はね、こう割り切って、使われたらいいかなと思います。こういうね、ちょっと、わかるかな？少しもうね、劣化が始まってますよね。ちょっとこう、デコボコ感が出てるのがわかりますかね？これちょっとありますけどね。こうなってたらもうちょっとね、一つ寿命なんで、はい、そこら辺がこう、苗の植え替えもあるけど、鉢の替え時っていうところもありますね。はい。で、あと、あれですね。こういうやつもちょっとあれですね。こう、植えてて、だんだんこう、土ってやっぱこう沈んでくるんですよね。うん。土を、ここぐらいまで入れててもですね、だん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 こう沈んでくる。ね、ここにこう、
この線がありますけど、これより下とかになるともうかなり沈みがちですね。で、やっぱ案の定カチカチ。あ、これちょっとわかりやすいですね。もうこういうふうにかなりこう、劣化してますよね。これ傷が入ったわけじゃないんですよね。もう寿命で、こう、まあちょっと分解してる。なんかそんな感じになるんですかね。はい。こういうやつっていうのはもう、多分、まあ土が入ってるからいかないけど、多分パキって言うんですよね。で、こういうふうに、すごい、枯葉ばっかり。どんだけ植え替えしてないんだっていうね、サンダーローズ。はい。こういうやつはもうやっぱりこう植え替え時ですね。すごい。茎がこんな伸びてですね。はい。ってやつね。あ、撮ってもわかりますよね。あ、もうガチガチ。すごい、根詰まり感が。ね、こういうやつ。で、これをこう持つと多分もう割れるんじゃないかな。あ、今言ったでしょ。パキって。ちゅうすぐなるんですよ。大して力入れてないんですよ。もうこういう風になる。ね。こういう風になってたらもうね、プラ8の寿命。はい。これも似たようなやつ持ってきたんですけどね。これもちょっとね、8が持つかなという気がしますけどね。リリアンハイブリッド。これも、こんな感じ。ね。枯葉だらけ。うわ、ひでえ、ね。もうほんと植え替え時ですね。こういう風に茎が伸びてるんで、もうなんかちょんぱしてもいいのかなと思うんですけどね。まあ土を取って根はねしっかりあるので、まあちょっとこういうふうにちょっと深めに植えようかなというふうに思います。これはちょっと持つかな。割れないでしょ、こうしてもね。これはもうちょっと使える。さっきみたいにすぐパキって言います。こうするとね、もうこれ割れてるからすぐそういう、そういう音がします。はい。だからまあ、苗の植え替え時もあるけど、こう、鉢のね、プラ鉢の寿命時、そういったこともあるので、そこら辺にですね、判断なさったらいかがかなというふうに思います。で、この後ね、ちょっと、植え替えをしていこうと思ってます。はい。無事ね、復活を遂げつつある、こちらのマジッククラウンと、コロラータロビオルビンですね。はい、こっちちょっと見ていきましょう。マジッククラウン、ね、シワシワ。せっかくここまで戻ったのに、根はねしっかりしてるはずなんですよ。もうなかなか取れないね。根はこういう風にね張ってます。もうこれは役目を終えたので取ってですね、はい、早く吸わせたいので、もうこれかなりねシワシワなんですよ。だからこういう場合っていうのは根をあんまり取らずにですね、あんまり取らずに優しくこう、なんていうかな、この細い毛がやっぱ水をね吸ってくれますので、優しくほぐす程度、ほぐす程度にしてあげて、あ、だからやっぱいいですね。この根の張り方がいいですね。うん、細かい根がたくさんね、こういうふうに張ってますので、優しくこう取ってやる。普段はボッとね、ババッと取ってあげてもいいんですけど、うん、すぐちょっとね、水を吸わせたいので、はい、これはね、こういう感じで、よいしょ。まあ、すでにこれ、もう土をこう用意してますけどね。こういう感じで、土をあとは、入れていきましょう。こんだけ張ってますね、がね。で、植え替え直後はね、あんまりこう水を直接やんない方がいいかなって思うんですよね。まあ、成長期やから大丈夫かなとも思いますけど、まあ、ちょっと、2、3日置いといた方が、無難な気がします。はい、そのままでもね、大丈夫かもしれませんけど、よりこう安全を求めるんであればですね、安全を求めるんであれば、こうやって植え替えた後 2、3日、置いてですね、それから、水をね、あげた方が、
ちぎれた葉のね、ところが、ちぎれた葉じゃない、根、ちぎれた根のところから、こう雑菌のね、侵入、そういったことっていうのを、随分防ぐことができると思うので、はい、自分としては、ちょっと置いてあるのがね、おすすめかなというふうに思います。この方も、はい。ね、これが、もともと残って、残ってこれがやっぱね、光合成を進めてくれたんで、こういうふうにね、復活できたんだろうというふうに思います。こちらね、古い葉。だから、あれですね、もうダメかなーって思っても、特にまた今時期がいいから、ダメかなーって思ってもですね、ちょっとやっぱ、しばし、様子を見てやると、うん、復興のようにね、復活することもあるので、はい、そこら辺は諦めずにですね、やるといいと思います。で、こう多肉とかがね、傷んだ時に肥料とかいうのは逆効果になるんでですね、はい、活力剤はいいかもしれませんけど、肥料等っていうのはしっかり根が張って成長してる時にあげてこう効果を発揮するんでですね、うん、弱ってる時の肥料っていうのは、ちょっとやめといた方がいいので、はい、そこら辺はね。気をつけていただいた方がいいのかなというふうに思います。はい、こちらもね、こんな感じ。そこそこ根をつけたまんま。こっちはこう葉がしっかりしてるんで、もっと激しくね、土を落としてもいいのかなというふうに思いますけど、はい、まあ、この程度はつけときましょう。いや、ほんとこのコロラビン、コロラビンじゃない、コロラータと、このロメオルビンとか本当大事にねしてたんで、やられた時はねかなりショックだったんだけど、本当にね、うん、無事にこういうふうに、復活してくれて本当良かったです、ね、やっぱ大事な苗はやられると本当ショックだからですね、だから諦め、まあ内容によりきりですけど、諦めが肝心な時もあるし、うん、粘り強くやった時も、やる方がね、いい時もあるんでですね。はい。まあ、見守るだけならね、誰だってできるので、はい。ダメかなって思って、すぐこう、廃棄とかせずに、しばらく、様子を見るっていうのもね、一つの手と思います。何もしなくていいからですね。うん、まあ、時折水あげたりとか、まあ、そういったことは、必要ですけど、はい。そこにありますんでね、はい。難しいことではない。特に今は、生育適期なんでね、うん、特に、今、こう、復活にはいいシーズンだからですね、はい。そういうふうに、考えて、はい、すぐこう諦めない、そういったことも大事だろうかなというふうに思います。はい、ご覧の通りですね、5つの苗、植え替え完了です。で、まあ先ほどもね言いましたけど、いきなりこうね、光が強いところには置かず、ちょっとね、光の若干弱いところ、日陰っていうことじゃないんですけど、少し弱いところで、数日ですね、こう養生した後に、それその後にちょっとね、日のよく当たる場所に移動したり、水をあげたり、そういう感じでやっていこうかなというふうに思います。それと、先ほどまで植えてたね、こういう鉢、こういったやつはまだちょっと再利用が可能かなと。これギリギリかなと。これもうね、先ほど壊れちゃってるやつなんで、こういうやつはね、もう廃棄します。こちらは間違いなく多分使えるんで、きれいに洗ってですね。こっちもちょっと洗って、まあ、ギリギリいけるかな。うん、いけると思います。そういうふうにね、もったいないからですね。そういうふうにきれいに洗剤で洗って、こう、清潔にしてですね、また使いたいというふうに思います。はい、ということで、本日の、動画は終了です。動画をですね、いいと思っていただけましたら、チャンネル登録とか高評価していただけるとありがたいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。